はい、皆さんこんにちは、アチでございます。大公開時代ね、大戦略と言いかけましたけど、88年やっていきたいと思います。進路を決定ください。とりあえずセビリア港を目指しましょう。回答用意、南西に進路を取れと。いや、ほんとね、ちょっと88もたこたするんですけど、スティーブ版はすごくサクサク動いてましたね。羨ましいなと思っちゃいました。で、このちょっと一瞬でももた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 するんでね、この押した時に。ああ、ちょっとディスクアクセスしてっかわかんないね、これね。で、よいしょ。ああ、ちょっと待ってと。もうね、ほんとね。前も言いましたけど、インキーダーラーの気がして仕方がない、この受付。いや、でもまさかベーシックで作ってないと思うんだけど、でも一部マシン語、一部ベーシックかもわかんないね。ファイアークリスタル、違うわ。ブラックオニキスみたいにね。ね。よし、で、ここ入っても、補給はできるのかな。闘病、気候ね、イエスと。はい、港ディスクを入れてください。ね、気候するときは港ディスクを入れて何か木を押してくださいって言ってるんですけど、セーブのときだけはすごく丁寧なんですよね、この老公開始は、ね。で、じゃあ、いや、もうここは売らずに補給だけしましょうと。補給ね、食料の方が一タルで金貨19枚、これもあれがあるのかな、何タル買っていくんだいと。はい、代金は全部で38枚で積み込んでいいかな。だあざった。でもこれで満タンなので水も積めないんでしょうね。はい、で補給だけして、確かここは38ゴールドで売れたかな。でも37日効果ができますと。人口を増やさないといけないのがちょっとね、ショックだったな。いや、私ね、結構こういうね、トップマネジメントとか、なんかそういうのやりたくなってきちゃったね。トップマネジメントでしたっけ、ね、あれ、小平さんだっけね、ちょっと私、友人がすごくやっててね、友人が X1 でそれやってて、あれでしたけどね、私、夏芸達団でね、見たときに、あーっていう感じでね。ね、もうなんかね、社長プレイみたいなのがいいかな。指示だけ出すの。ね、表情みたいなの開いて、みたいな感じでと思うんですけども。さあ、どこでしたっけ、どこ目指すんだっけ、どこ目指すんだっけ、あ、忘れちゃった。あ、バレンシアだ。さあ、バレンシア目指していきましょう。さあ、移動ね。いや、ほんとね、これね、これほんとインキーダラっぽいな。先行入力じゃないわ。押しっぱなしにしてたらずっと進んでしまうんでね。二つ三つコマン、リターンキーを押したことになっちゃうんで、なんかインキーダラ臭いな。インポート関数ではない気がする。ちょっと打ってみたりね。で、これですね。ありがとうございます、ほんとね。位置的に言うと、こっから、こういったら、あ、でもウィンドウはこうだからこうだね。ウィンドウが北向きなので、これでいい感じじゃないのかなと。いい感じだね。おっと、およよ、おちょ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 。で、ほら、もうこれ、一回しか押しないんだけど、ここまで入ったんで、押しっぱなしにしてるんでね。あ、風逆向きだ。これはあれかな、ちょっと辛いかもわかんないね。どこ行くんだい、どこ行くんだい。北行ってもらわないと困るんだけどね。
おお、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これ左でいいんじゃない？風向きがガッツリ変わったね。おっ、ちょ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 っと舐めてみようか。こっちかな？あのいただいた情報がね、あれなんですよ。スーパーファミコンの情報だったので、ひょっとすると私どっち？スーパーファミコンとちょっと差があるかもしれないですね。私ね、私もスーパーファミコンね、あ、実はあの持ってたんですけど、2だったかもしれないですけど、1だったかもしれないです。中古で買ってんですけど、ここまでしませんでした。300円ぐらいで買ったかな。もうね、やった瞬間、あ、やっぱりね、思ったのがね、めちゃくちゃ重かった記憶があります。あの三国志3みたいにね。で、その重さに耐えきれなくてやめたような気がするんだけど、あれ、まだ私決定しなかった？進路を決めて、うわ、決めたよ。お？お？進路決めたよ。は？あ、そうかそうかそうか、更新してないからダメなのか。おお、そっち行っちゃう、そっち行っちゃう、そっち行っちゃう。おお、ではこっちだね。まあこのスペインのね、これバルカン半島って言うんだっけ？違うか、バルカンは違うか。適当なこと言っちゃったかな。おお、バレンシアこの辺だけどね。いや、私ピンときたよ。もうこの陸地にね、沿った方がいい気がしてきた。いつ見えるんだろうね、港ってね。べったりつかないと見えないのかな。移動でね、でもね、ちょっと心配なのがね、セビリアもね、 Google マップの場所と違ったんでね、ちょっとそこは心配です。ほら、どこ行くのと。ああ、難しいや、これ。こうかな。私、あのちょっとくぼみが怪しいなと思ってるんですけど。オフ、あ、まあいいか、これで。ここだ、ここのような気がするんですよ。調査、速、監視。ああ、ここじゃなかったのか。まあ最悪リセットだね。まあなんかね、もう最近ザナドゥといい、これといい、リセット癖がついてきちゃいましたね。私の記憶じゃね、ここにありそうな気がするんだけど、ここ、もうこういう、ちょっと入った、もうそろそろバレンシアじゃないと困るんだけどね。調査できないんだよね。ああ、視界内に測量、録音機がありやせん。ああ、じゃあいいのかな。じゃあもうちょっと。さすが6人だったら減るの早いね。うん、この感じでいきましょう。で、移動でこうかな。お、あった、これだ。これじゃ届かないか。闘病、気候、あ、気候できるミレートありませんで、よかった。とりあえず着いたね。で、新、あー、やー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 、停戦じゃない。だからこれ進路ね、双方やらないと進路取れないんですよね。だからあれなんですよね、これ反戦っていうのは動力を貸すだけじゃないですよね。多分人工いるんですよね。はい、聞こうね。マルセイユ？ちょっと待って、マルセイユ？あら、バルセロナも超えてマルセイユまで行っちゃった。あら、ということは発見してないのか、まだ。こら、困ったな。ちょっと待ってね。とてもの、コカリビルが上がりやしたぜ。困ったな。マルセイユに行っちゃったか。ちょっと待ってね。あ、まあ、ちょっと待ってか、ちょうどロード時間なので。あ、いただいた情報ではマルセイユが入ってないから、マルセイユあんま良くないかもわからないね。
結局どこへ行きましょうか。まずそら売り物に行かないとね、売らないと。さあちょっと待ってくださいよ。何の用だね、商品売りましょう。はい、相場44、40変わんないか。まあちょっと売っときましょう。35、商品がなくなりましたぜ。でこれ先補給受けてる方がいいんだよね。出て行って、まあちょっと自分のあれ見てみましょうか、お金をね。あ、お金ここで見なくていいのか、帰るときに見たらいいのか。いやでも船の情報が見れないので、船の情報見ときましょう。11、20は欲しいね。あら、乗組員が5人になってる気がするんだけど、これ乗組員だよね。これ多分乗組員ちゃいましたっけ。1名脱落したかな。なことあるの。で、人物の情報は見たのかな。あ、いや見てない。仲間まだいらないかな。あ、金貨2780枚。あ、勇気強靭さ90まで上がったね。これ100超えるのかな。戦闘経験レベル10、効果経験レベル3になってましたね。で、ここであれ買えないかな。望遠鏡が欲しい。購入。あ、あった望遠鏡。1000枚。6分儀より高い。でも仕方がないわね。望遠鏡ないとね。で、はい、ちょっとお待ちください。おや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 と、海外買いましょう。今スマホが鳴ったんでね。でどっちも音消してるのになっちゃったね、今ね。で、用がないなら帰り、買ったのにね。買ったのに何言ってんだろうと。買ったよね。ちょっと気になるのね、これお金がちゃんと減ってるかどうかね。あ、減ってるよね。2000いくらあったからね。じゃあ望遠鏡があるので、とりあえずさっき補給しましょう。補給で、まず食料ですね。金貨19、あ、金貨19は変わんないね。総量11タル。最大書いてませんね。購入上限書いてませんね。では9。あ、まだか。で、ここで入れるのか、9。はい、170島いいですよ。で、次、水だね。お、52どうぞ。いや、ほんとかい？結構ヨーロッパで水高いって聞くんだけど。はい。で、20の上限来ました。じゃあ、これで、修繕しましょうか。はい、修理ね。はい、修理。改造するにはまだまだ時間かかるね、これね。こいつは壊れちゃいねえぞ。あ、大丈夫かい？そっかい、なんでやめのかい、じゃあ、ここでは、ここだね。もうあとここしかないね。あと、セーブもしましょうか。商品を買いましょう。さあ、ここの冷凍を見ておきましょうね。ああ、ダメだわ。この多分オリーブ油、ワイン、織物っていうのはあんま良くないんだよね。あの当たり前の、太鼓さんでもありましたけど、当たり前のものしかないんだよね、これね。ワインが若干安いかな、リスボンに比べると。 1だけ安いね。あ、これはあれだね、相場が低いだけだね、全体相場が。ワイン、織物、オリーブ油、ワイン、織物、綿織物、武器っていうのはそれだね。よいしょ。ちょっと待ってね。今ね、スマホの写真一生懸命見てるんですけど、セビリア港でも、セビリア港は上から42、38、60なんで、変わんないね。武器は100。
正直もっと差がないと。ということは荷物が今私空なので、とりあえずまた帰りましょうか。帰って砂糖を取りに行きましょう。ただその途中で酒を飲みながら情報通りの大切で酒好きだね、あなた本当に。もうちょっと行きましょう。出航しましょう。はい、一応乗組員6で問題なさそうなので、あれ6って出てね、あの5っていうのは何だったんだろう。さあじゃあね、マルセイユから、あとあれだね、航海士、航海士雇ってオートドライブを有効にしたいね。オートドライブ有効になるのかどうか知んないけど、私勝手になるもんだと思ってるんですけどね、と思ったらいい時間になっちゃった。さあとりあえずね、バレンシアを見つけないといけません。というところで、ちょっと待ってね、記録、記録用ディスクな、に入れて何か押して、あ、ここではちゃんと押してくださいっていうねと、まあその辺で終わっておきましょう。第5回時代88年終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。